静かなマフラーをさらに静かにするというのでバッチリでしょう、ね、バッチリですよ。抜けちゃったりして開けすぎて。そんなことはないでしょ。冗談です、うん、おはようございます。おはようございます。今日はこれか。小さな車の車検対応で車高を上げます。車検対応なんですけど、車検対応なんです。車検対応なんです。車検対応だけど、なんか車検対応なんですけど、なんか9センチ入らないですね。車検対応なんですけど、ちょっとね、安全に安全なところしてない。2センチぐらい上げないとダメですね。安全な位置見えます。あ、まだ見えます。あれが車検対応ですね。9センチ全然ダメじゃないですか。センターで測られるとダメです。俺は両脇で持ってったら一発でダメで、ディーラーで、ディーラーがセンターで9センチになります。これだとやっぱりセンターだとね、ちょっと難しいかもしれないですね。2センチぐらい。フロント今60でしょ、はい、62あれば余裕なんですね。僕も62で車検通してる。20mm 後ろ上げなくていい。後ろは大丈夫です。カッコだけ、カッコだけ、あ、そうですか。なんかこんなになって前上がってこんなになって誰か叩けてるか。ああ、そういうこと。別に車検は通りそうですか。車検は通りそう。暑い。エアコンが全然効いてくれないな。取れちゃったなって。たまに作業しながらあーとかなんだよ。びっくりしちゃう。使ったことないエリアですね。ね、この85上げたところのネジが使ったことないエリアだからちょっと寒いですよ。未知の領域でしょ。え、そんなとこ使うのみたいな感じですね。今まで使ったことねえじゃんみたいな。初期の頃からそのうちに決定されないって言うし。そんなとこネジ穴、ネジ切ってある必要性さえなかったみたいな感じです。いや。車長といえども純正車庫となってもいいからね。純正車庫よし、ほらぴったりでしょ。ぴったり。この整備ですよ、この整備。ぴったり。写真撮って、すごいな、隙間がちょうど1ミリあるかないか。バッチリでしょ。バッチリですよ。これで文句言われることは絶対ない。9センチ20ミリです。あそこに9センチって書いてある。はい、これでもう車検対応ですよ。いや、もともと車検対応だったでしょ。ちょっとギリギリかなっていうんで、ちょっとやりましたけど、いや
でもね、このエッジ見るとそんなに違和感ないです。普通の車な感じ。そうね、うん、もっとめっちゃ恥ずかしいぐらい上がるかなと思ったけど、なんか今向こうからしてて別にあれそんなフロントが超上がっててかっこ悪いみたいな感じじゃねえなと思って。そうね、上が量が多いからね。今ねこれから静かなマフラーをさらに静かにするというので見てください。これこの中にきっとねサイレンサーが入ってるんですよ。そうそう、この中にねもしかしたら入ってるかもしれない。これをレコモに戻します。よし、まずはこっちのこのね前回の動画と同じですけどこのゴムを外してあげて、であとこっちのゴム、このゴムとあとここを外すと、あすっきりサイレンサーがないから、あないからじゃないな、サイレンサーこの中にあるきっと。だから作業性は良さげです。よし、付け終わりました。簡単でしたね。レコモンつけました。はダメですよ、ハイフローが早いとか言っちゃうみんな興味津々になっちゃうじゃないですか。これで終わりです。あ、やっぱ高いな、フロント。やっぱフロント高いですね。まあリアは当たるものないですから。